ありがとうございます。今日はまた雨、晴れたり雨が降ったり晴れたり雨が降ったりというわけで、今日もバイクで外に出ていくこともできず、それでとりあえず朝来てこのボディを塗り始めました。今日はちょっと仕事しようかなと思ってそれでボディを塗り始めたんですけど、結局また雨ということで、結局完成できず、今日はこの、インプレッサーとそれとこの GTR35 のラジコンボディ塗装しようかなと、だからガレージライフ楽しもうと思って、やったんですけど、雨で油断になりました。それで、今これぐるーっと回ってるこれがまあ私の、仕事場兼、工房兼ガレージ兼作業場なんですけど、こんな感じで、いつもここをスタートにして、動画の方を撮影しております。それで、皆様に本当に、感謝でいっぱいなんですけど、当初1000人を目標に し始めた YouTube なんですけど、もう、56歳までに55歳になった時に前回も言いましたけど、1000人目標に YouTube 始めました。1年で1000人のチャンネル登録をお願いできるかなと思って、頑張りました。それで、56歳を待たず、56歳は今年の12月30日なんですけど、待たず今も1800人の方が登録してくれてます。この無名のおっちゃんのここからスタートした YouTube、 1800人の方が今本当に登録してくれて、もうありがたい限りです。それでいつも私の好きなこのゼファーサウンド、ゼファー乗って走ったり、4フォア CB400 フォアのサウンド、それで YouTube しててすごく良かったなと思うのは、ゼファーにしてもこの CB にしてもヤフオクで中古で買ったので、もう仕様が分からないっていうところがあるんですけど、コメント欄にいろんなこと書いてきてくれてます。それでそんな感じでいろいろこう教えてくれて、すごくもう見方とかためになるなと。それで、このコミュニケーションツールとしてすごく YouTube ありがたく今使わせていただいてます。それでサニトラレストアに関しても福岡の方が優しく教えてくれて、それで関東の方を紹介いただいて、それで今、レストアも一つずつですけど進んでいってます。そんな感じで、毎日もう楽しく充実した日を過ごさせていただいております。本当にありがとうございます。今日も本当はね、バイクに乗ってブーンと行きたい、それとかコペン、ちょっともう徳島県はもう真夏の雰囲気でなく、昼間ちょっともう秋の雰囲気が漂うっていうか、台風過ぎてからちょっと秋の兆しが見えるかなっていうような感じになってきました。それでコペンとかロードスターオープンにしてビューって走りたいんですけど、それも雨でかなわず。それで雨の日は NSX も乗らないので、動画編集したり、そんな感じで今日はゆるく過ごしてます。それで最近の3ヶ月ぐらいの動画今こう見直してしたり、してるんですけど、やっぱり編集の仕方でその時した編集よりもうちょっとここをこうしてればよかったかなとか、手抜いてしまってるなとか本当に、感じます。それで、これからもどんどんクオリティの方もちょっとずつですけど上げていきたいと思います。それでまたリクエストの方いただいたらそんな動画も撮っていきますので、またリクエストの方もください、お願いします。それとこんな日は雨で走れないので、工具の片付けもしようかなと、今からちょっと工具の片付けしようかなと思ってます。それで最近ちょっとボケてるまではいかないんですけど、本当にこの工具とかさっき使ったのどこ置いたのかなって、もう本当に最近よくね探すのがすごく多くなってきました。車運転してもハッとするような、危なかったとか、あれ車来てなかったのに、おお車が来たとか、そういうのも増えてきて、ちょっとずつ
気に しなければいけない年かなと思っていました。それでまあこんな55歳の本当に梅野ちゃんの YouTube 毎日チャンネル登録数が増えることもほんまにね感謝でしかありません。もうめちゃくちゃ嬉しいです。それで昨日の昨日ねアップした YouTube も私がこのサニトラ婚姻車検に陸運局の方に行った時にたまたま私の YouTube をご覧いただいた方が横のレーンで、バイクの車検しに行ってて、それでコメントいただいて陸運局の方行ってましたとかコメントいただいて、もうめっちゃ嬉しいなと思って、それでやっぱりこう自分の行動、この55歳になって思いました。初めて思いました。この55歳になってやっぱり行動はちゃんとしなければ、どこで人に見ているのかわからないって本当に思いました。まあすごいなんかいい刺激っていうか、このもうなんか YouTube しててほんまにね55歳でも学ぶことばっかりです。はい、こんな感じで、それでバイクも車もそうなんですけど、18の時とかはいつも磨いててピカピカにしてたんですけど、ここ最近本当にバイクも数を増やしてちょっと大変なんですけど、本当に綺麗な状態でいつも車検出たままの状態で、ずっと管理できてるのもやっぱり YouTube で人に見ていただきたい、見てもらう以上はやっぱり綺麗な状態でいたいっていう、やっぱそういうのがすごいこう頭になんかあるのかなと思います。それで工具も今まで買うのは好きだったんですけど、躊躇して買わなかった工具もありますけど、これをまた試して YouTube で試したいなとか思って、まあまあお金はかかるんですけど、まあまあ小遣いの範囲内なんですけど、工具も増やしていって、それで増やすことによってすごい時間が短縮できると思いました。例えばこの本当にこのメガネレンチ一つにしても、このメガネレンチと例えばこのラジェットがあればいいかなと思ってたんですけど、やっぱりそこでメガネレンチでこういうのを入れたままこう回せるやつ買ったらすごい便利やなっていうのも分かって、それでいい工具、例えば KTC でもちょっと値段の高いやつとかスナップオンとかはこれちょっと安物のツールなんですけど、この1回のストロークで回る量が全然違うんですね。これ中の刃数が違うと思うんですけど、すごくいい工具はいいなっていうのも実感しております。まあ僕はいい工具あんまり持ってないんですけど、ちょっと知り合いのいい工具とか使わせていただいたら、やっぱり値段はそれだけの価値があるんやなって思いました。それでまだ欲しい工具いっぱいあるんですけど、それで今はレベルの高い工具でなしに、とりあえず幅広くいろんな工具持ちたいので、そこでもう本当にアストロツールさん徳島に出てて、あそこをたくさんご利用させていただいております。また近々買いに行こうと思ってるんですけど、本当になかなか今まで手つけなかった工具までもいろいろ買いました。これでやっぱりなんか持つのが趣味かなっていうところもあるんですけど、こんな感じで YouTube を楽しんでおります。はい、なんかめっちゃ楽しいです。それで、また今日もこんなような走らない動画なんですけど、私のこのガレージ兼工房から配信させていただいております。それでまた明日こそはバイク乗れるかなとは思ってるんですけど、そんな感じで、それとやっぱり昨日ね公認車検に行って気づかれしたっていうか、通るかな通らないかなとか下潜って、例えばもう30年前の車ですからね、サニトラ。それでオイルのにじみはあるんですけど漏れはない、これギリギリセーフのラインかなアウトのラインかなとかずっと考えていったら、ラインの前に止まった時には本当に久しぶりにドキドキしました。
はい、まあ、あの55歳が来てこうやってドキドキできるのも、いいかなと本当に思ってます。そんな感じで、今日もまあ、だら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 の YouTube になりましたが、最後まで本当にご視聴いただきありがとうございます。今後もまた、車走ったりレッサーしたりとか、またオートバイ走ったりとか、それとあの KX80、こっちも、近々、タンクとかバラして、タンクの付け根のところの、オンオフのコックのところからちょっとガソリン漏れてるので、それもちょっと直していきたいと思います。直せるかどうかわからないんですけど、また動画も撮っていきたいと思いますので、またそれで直せなかった場合、皆さんこれドライ車直せますかとかまた問いかけますので、教えてください。こんなわけで、今日も動画最後までご覧いただきありがとうございます。私の語りの動画になりましたが、高評価大好きですので、よろしければ高評価してやってください。お願いいたします。こんな感じで、またチャンネル登録の方もしていただければ幸いでございます。またそういうことで、次の動画でお会いできたら幸いでございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。